みつともチャンネル、ともえだよ、みっちゃんだよ。ゆー、今日の企画はみっちゃんにメイクさせてみた。ゆー知らないよ、もう何にも知らないからだ。どうなるかどうかはわかりません。それで大分駅のアミプラザに行くんだね。行くよ、だってトモエみっちゃんを信じてるもん。みっちゃんだったらトモエのことを超絶可愛いチーターにしてくれるって信じてるから。わかった、じゃあガンプラのプラカラーを持って。なんでやねん、ガンダムにすればいいんだろ。違うよ、みっちゃん好みの可愛いいい女の子にして。ニューガンダムにすればいいの。違う。ゼータ。違う。わかった、ザクにします。いや、しないでください。シャーザクにします。こら、今回みっちゃんにはこちらのメイク用品を隠します。いっぱいあるよ。こら、プラカラーがないの。プラカラーなんてないわ。ここにはいろんなメイク用品が揃っているので、みっちゃんにはこれを自由に使ってともえちゃんにメイクをしてもらいます。なるほど、ガンプラがないぞ。変な旦那さんだね。え、適当に使っていいの。いいよ、何でも使っていいよ。それではみっちゃん、ともえちゃんのことを託します。カラコン入れる、ま、カラコンは入ってるからいい。じゃ今出す出さん出す。いいや、なんでそこのメイクの中の一つじゃん。いや、最悪何いいじゃん。いやだ、いやだ、いやだ、違う、そんなのダメ。何、いやだ、なんで目玉を触りたい。いやだ、変態や。いいじゃん、変態や。なんで。はい、メイク始めてください。好きに使っていいよ。カラコンから入れたかったな。何がない。まずさ、下地系、ペンキでもそうなんだよ。下地がちゃんと下地処理。ペンキと一緒にしないで。なんかこんなの持ってるね。ほら、石器製。みっちゃんのメイクアップ始まります。最初は石器製の BB クリームを手に取りました。くすぐったい。まず下地処理が大事ですよ。ペンキ塗りの塗装工事の工程の半分は下地処理です。あ、養生と下地処理です。養生と、ね。ジェルスチュワート UV カットクリームだって。ほら、UV カット。これも塗るのか。これの方が先に塗るような気がするけど、まあいいや。可愛くなってる？とりあえず今ね、あの下地処理だ。何？トモエの工事してる？そう。これ何したの？これって何に使うの？テカテカするやつだ。こう。混ぜるという。こう。チークに使うの？いや知らんけど。最終的に良くなったらいいんだろう。うん、いや何でも。ほら、顔色が良くなった。次は何だ？アイラインかな？アイライン引くやつ何？あれ？ここに肉って書いてもいいの？うん、可愛いようにして。肉？肉可愛くないやろ。何？かわいい？ちょっと、分かった。消す。見ないで。なんでよ。眉毛は？これ？伸びた。伸ばし、やー、折れちゃうよ。伸びたー。伸びた。言うと思った。全然これつかないね。こういいじゃん。これなんだろう、キャンメイク。呼ばれたね、赤ちゃん。おかしいんじゃねえ。これをこうして
あ、こうするんだ。そうだ。知ってるぞ。キャンメイク東京とかなんか。あ、そう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 。おでこがちょっと色が悪い。おでこにつけてる。あとは何ですか。口紅をつける。リップ。これは何だ。ファンの子がくれたやつ。キャンメイク。新しい。そう。こう。なんか一個にメイク動画に見たことがある。これにこうしてる。あれ。じゃん。なんだこれ。オペラ。オペラ。これは欲しいな。こう。あ。キラッキラになるやつ、超買ったやつ。え、これ何すんの。ここにこうやってつけるの。いや、何したって謎の道具だ。これ何の。まつげ。あ、眉毛もしかしてこれがマスカラか。ってフレアするんだろ。うん。よう知ってるやん。フリ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 。出来上がり。できた？うん。みっちゃんがメイクをしてくれた完成がこちらです。3、2、1。かわいい？お面みたい。かわいい。でもさ、うん、初めてしたやろ、うん、その割に上手やな。ほんと？うん。すごい、顔色がいつもよりいい気がする。うん、さやろ。うん。これで前髪を下ろしたら。ほら、いつもと変わらないじゃん。かわいい、ともえちゃん。このアイドル時代と変わらない。うん、いいじゃん。ほら。全然いいじゃん。大成功。大成功。いいよ、最後に肉って書いても。字綺麗やな。めっちゃ字綺麗やな。というわけで、みっちゃんにメイクをしてもらった結果は筋肉マンになりました。肉。じゃあこのメイクで今から。みっちゃんと一緒にデートに行ってきます。アミに。アミに。絶対変な目で見られる。ウィゴーに行こう、ウィゴーに。楽しいたん、おもしろちいたんと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。次回も面白いです。です。それでは、バイバーイ。バイバイキン。バイバイキン。